よう。はい、どうも。さあやっていきましょう。今日は筆塗りです。塗り分けです。インパネでございますがね、まあ大変なんですよ。インパネ結構ね、細かく指示がなされてるんですよ。このインパネの塗装っていうのはね、シルバーと、まあ、ベースは普通の、セミグロスブロ普通のじゃないセミグロスブラックで、指定されてるんですが、なんでもうすでにセミグロスブラックで塗っております。はいはい。でそこに、シルバーと、ブラックを指示されてはいるんですが、これがまたね細かいんですよ、いつもと違って。でさすがに今日は頑張って塗らないといけないんですけど、時間内に終わるかどうかっていうのはちょっと分かりませんので、その辺はご了承いただきたいというふうに思っておりますよね。今日はだから筆と爪楊枝と両方使っていこうかなと思います。はい。ではまずはシルバーからね、はい、やっていくんですが、この前ぶっ壊したメガネの代わりに、今使っているこっちのメガネ、ルーペです。ルーペというかね、メガネを使っていきます。でここ全部シルバーじゃないんだね。ここまでだな。これがねなかなかね細かく指示がなされてありましてですね、この上面だけか、この上面だけか、ここまでシルバーでよかろう。でね、まあこれ多分ね今シルバー塗ってるところはシルバーって指示が出てるんですけど、多分ねバージョンによってはね木目とかね、この時代とよくある木目とかのねそういうあれがあるはずなんですよ。でそこをね再現しようかなって一瞬は考えたんですけど、ちょっと大変なんで、ちょっとそれはやめときました。木目再現をしようかなと一瞬思ったけど、そこまではちょっと大変なんで今回はやめておきます。いや実はねなぜそれを言ってるかというと、フィニッシュのフィニッシュって白は何が言いたいんだ僕は長谷川のフィニッシュのやつあるじゃないですか。あれでね木目っていうのがあったんですよ。でそれをね見つけてちょっと買ってきてたんです。でこれもしかして内装に使えないかなとかって思ってたんですよ。で思ってたんですけれども、ちょっとあまりにも細かすぎて諦めました。はい。ということでここまでがシルバー。これ境界線のは大変だな。境界を塗るのが大変だ。うまいこと境界を塗ってやらんとね。
ガタガタとされたら、まあ拭きゃいいんですけど、拭けばいいんですが、やっぱりね、一発で塗りたいじゃないですか、ここはね、って言ってる間に飛び出す、はみ出すんですよね。よいしょ。境界のラインがすごく難しいので、本当はだからこういう時ってマスキングテープ使ってもいいと思うんですよね。手塗りでもマスキングテープ使って塗ってしまえば、そういう時はそういうところは何も考えずに塗れるじゃないですか。だからマスキングテープ使ってもいいとは思うんですけどね。って言いながらマスキングテープの準備をするのを忘れたので、僕は今手で必死で塗ってますけれどもね。いかんせんこのギリギリのラインをね攻めていくのが大変だと。思いっきりここはみ出ちゃってますからね。ここはまあ後で拭いときましょう。こういう感じかな。こうか。そうだな。遅いな。遅いな。これでも一番細い筆なんですよ、先っちょが。だからまだ頑張れてるんですけどね。頑張れてるんだけど細いから、なかなか難しいところ攻めさせられてますな。こんな感じかな。で、本来ならばここの真ん中、ここのね中に点が2個ある、これもシルバーなんですけど、これ実はこの中が黒なんですよ。黒なもんでシルバーの先に塗っちゃうと多分黒塗れなくなると思うんで、黒でダバッと塗ってから後でシルバーをもう一回塗り足すっていう方がいいと思うんで、黒を後回しにし、黒を先に、ここは後回しにして黒を先に塗ってからシルバーという形になると思いますが、そしてここ、これまためんどくさい。ここは確かにね実写知ってるだけあってね、ここ確かにシルバーでしたね。メッキシルバーというかね、正直メッキだったんですね、ここは。メッキの、こうカチャッとやって開けるっていうね、モードですね。こんな感じかな。で、またシルバーがまだ多いんだよ。これが、おー難しいこと言ってくるな。これかなり難しいこと言ってきてますな。手塗りでも結構限界があるぞ。ここは全体シルバー。違うな、それだけじゃないな。シルバー結構多いっすな。で、まあ
そういうのね、いかんせん地味に実写を知ってる人間なもんで、あとで拭こう。ある意味当たってるし外れてるし、あー、はみ出るな、やっぱり。どこがシルバーだ、どこがシルバーか。うん、シルバーで、で、この下もシルバー、あ、つまりここ全部シルバーと、一部シルバーが黒が残るだけで、あとは全部シルバーになると。これなかなか大変です。今日シルバーだけ塗って終わりだろうな。これ黒が塗れたら黒塗りたいけど、これ多分外部のデッキなんだろうね、設定としてはね。ここもシルバーでいっちゃおう。こんな感じ。あとでちょっと拭く。ではみ出ちゃいましたからね。はみ出ちゃったんで、そこはちょっとまああとで拭くという感じで。で、で、お、結構修行をさせられる感じがしますね。勢い、もう鼻からもうあれしたのかなって一瞬思ったりもしたんですよ。あの塗り分けのあれをして、太い。塗り分けしたろうかなって一瞬思ったんですけど、マスキングしてね。どう考えても無理なんですよ。これどう考えても無理な位置にあれがあるんで、もうこれは全部手塗りでいくしかないなと。よいしょ、ちょいで、しっかりね、これエナメルなんで、しっかり乾かしてから、あれをしないといけないと思うんですよ。このダッシュボードね、マスキングじゃないや、デカールを貼っていかないといけないと思うんで、デカールはもうちょっと後回しにしました。先にこれ塗っとかないと、これ多分奥部なんだ。いや、上から塗ったら、ちょっとしっかり塗ってしっかり乾かしてでやらないと、変なとこ黒にしてるな。ということで、こいつはちょっと後にマスキングじゃないや、デカール貼りとかは後でやるし、もしかしたら裏でやるかもわかんないです。一応ね、今ボディの方のね、クリア塗装に入りましたんでね、これをやってる間はまだこれに手がつけられる、これを 手つけていこうかなと思って、まだやることいっぱいあるんですよ。タイヤのホイール作ったりとかね、この内装もそうなんですけど、指示にはないけど、ボディじゃね、この缶オケね、缶オケっておかしいけど、これのね、中をね、ちょっと塗ってやりたいなと思って、ちょっとあまりにもここをこんなにも綺麗に塗ってやってんのに、
そのボディのそっちの方が何もしてないしないっていうのもどうかなという気がしたんで、ちょっとここは乗ってやりたいなと思ったんで、ちょっとそこはね塗ろうかなと思って、まあこれもシルバーとかなるんですけど、まあいわゆるそのシルバーシルバーでのパターンのやつだったら、もう他のところも黒か、ここはあとで黒で塗ってやると、シルバー仕上げのところがあるんだったらもうシルバー仕上げにしてやっていいかなと思ってね、いう感じでやってるんですけど、息が詰まる息詰まりますよね、こういうのね。そこまで見えなくなるっちゃなるんだけどね。でもやっぱりやりたい衝動に、やらなきゃっていう衝動に駆られるっていうね。ね、だからこういうのをやるしっかりやるんであれば、しっかり先端の細い先端の細い腕は準備しといた方がいいと思いますよ。あまりにもそれでももっと細いところになると、この前みたいに爪楊枝でやることになりますけどね。ここはあれか、こっちにでもいるんだな。こんな感じですね。ここはみ出しすぎたんで、また後で塗りますが、まあ若干乾いてるからもうこの上から黒いこうか。この上から黒いこうかね。シルバー一応これだけです。まあ拭き取るところと黒で塗り重ねるところっていうのは違いが出ますんでね。ということでシルバーは今何分？17分18分か。そうそう、エナメルのねこの筆塗りの時僕やってることなんですけど、筆洗うときに前も一回言ったと思うんですけど、塗る前に一回筆をエナメルのシンナーで湿らせるんですよ。でそれはなんかこぼれてるよ。それはそれでいいんですけど、もったいないとは思うんですけど、これも変えます。エナメルのね、溶剤もね、新しいのに変えようと思って変えるんですよ。っていうのが毎回毎回ね、ちょっと時間が経つと乾いてくるんで、こうやって洗い物とかもするんですけど、この洗った色で違う色を塗ったりすると、やっぱりね、多分おかしくなるんだろうなという気がして、ということで僕は塗り替えの時には必ずこのあれも塗り替えて変えてます。で黒、普通の黒ですね。で、ここはここ黒だ。中は黒。メガネをかけてないけど、見にくいなと思って、メガネをかけてなかった。
や修行だわこれ。ほんと。細いところ塗り分けろっちゅうのもね、なかなか修行、なかなかの修行ですよ。でしかもセミクロスバックのところに黒を塗れと、その黒を塗れというね、こんな修行があっていいのだろうかと思いながらもね、まあその修行をしてるわけですよ。それで満足なものができればそれで OK かなという気もしないでもないんですが、オは2だということは黒だ、ここはみ出た ところなんかは黒を上から塗るから、だからあのほったらかしにしちゃったんですけどね、はみ出たけどまあいいやっていうところは上から黒塗るところとかはあったりするから、うん、なかなかの修行だね。でここ一番ひどかったところここなんですけども、ここはよくよく見ると黒で塗れとなってるんで、シルバーの上から黒を塗ると、こうここで失敗しなければもうシルバー、そうか、あここ塗っとかないといかんのか、シルバー、まあいいや、いやここ黒だよやっぱり。微妙だな、シルバーでよかったのかな、ちょっと。まあいいや、どうせまたシルバー塗るし。うん。あのね、まあこっから全然関係ない話になってくるんですけどね。ちょっと、まあ今これ撮ってるのが12月のもう暮れも押し迫った時期なんですけど、多分ねこのシリーズ上がるの年明けになるんですよ完全に。でだから時系列が全然ずれてるんで、年末年始一応連続投稿って言って28日から12月28日から1月4日まで連続投稿するっていう風になってしてると思うんですけど、したと思うんですけど、完全にね時系列がねもう完全に狂っちゃって、これ正直12月末に今やってるところな、こう12月のもう年末の押し迫った頃、まあ正直はクリスマス前後にやってるんですよ今日ね。まあ別にそれはいいんですけど、これからちょっとどうしたもんかなと思って、ちょっとねまあ週3回、といっても多分その時にお知らせしたとしたんで、あれなんですけども、年明け早々ちょっと私ちょっと家庭のようごたごたがあって、ちょっと更新が止まる可能性があって、でそれでそれまあまあまあうちの家庭の事情なんで、まあ、詳しいことはちょっとまあ話せないんですけど、ちょっとねプラモに触れなプラモのプラモバイクも全く触れなくなる可能性がちょっと出てきたもんで、
ちょっともしかしたら更新止まるかなっていう風な今状況なんですよ。まだ全然先が見えてないんで、何とも言えないんですよね、そういうところが。で、それで今撮れる時に撮っとこうっていうんで、今必死に撮って、で必死に必ず毎日必ず1本は編集して動画を上げとくという、動画を事前アップロードするというようにはしていってるんですけれども、それでも今この12月末の時点で1月の10日前後ぐらいまでしかまだ上がってないんですよ。で、まあ年末あるんで、ギリギリまでは更新とかは続けていこうとは思ってるんですけど、ちょっともしかしたら、どっか下手したらどっかのタイミングで止まる可能性があるっていうのは、ちょっと、まあ、ツイッターではお知らせさせてもらったんでもすけど、そういう可能性がちょっとあるというのだけ、皆様に、まあ、もしね、うちのあれを見ていただいてるけど、まだツイッターフォローされてないという方いらっしゃいましたら、そういうことをちょっとお知らせをしておりますので、まだね、僕のチャンネルでは投稿ができないんですよ、そういった系の。まあ、コミュニティ投稿とかみたいなのができないんで、ちょっとそういうのだけは、まだちょっとこういう時に、お知らせしとかなきゃいけないんですけれども、って言って言いながら、これがいつ上がるかわかんないんですよね、正直に。いつ上がるかわかんないんで、正直、これ上がる時には、もうそのごたごたも終わって、更新が止まった後の復旧する後っていう可能性があるわけで、そうなると今ここでこの話してるのは、何の意味があるんだっていうふうに言われそうなんで、まあそういう時系列のズレがあるっていうことだけ、知っていただきたいなということでですね、まあもしよければそのツイッターはアカウント、あの概要欄にも飛んでますし、飛ばしてますし、はい、概要欄飛ばしてるっていうか概要欄にも書いてあるし、いつもの動画の最後にも書いてるんで、まあもしあれフォローしていただいても、無理やりフォローをお願い してるわけじゃないんで、で、まあ、コメントくれたりとかしてくれたら、フォロー返したりするんで、まあ、今はね、あんまり、あえてこっちからあえて、フォローしに行くことって、まあ、よっぽど、気に入った方とか、してる方とか、面識のある方とかね、面識とかどっかで関わり合いがあるとかね、いうような方とかにはフォロー返したりもするんですけれど、リフォローを絶対するとは言い切れないんで、なんとも言えないんですけど、まあちょっとその辺、ツイッターで情報は流してますんで、その辺もしよかったら、フォローしといてもらえたら、助かるなというふうに思いますので、はい。ということで、こんな感じで一応できてきましたけど、まだちょっとまだ塗り残しと修正があるんで、それはちょっとまあこの後裏でやっておきます。はい。どうせ、ここのデカール貼る作業があるんで、はい。その時にはまた、これ出てきますので、その時も、この後またやり、裏でごそごそやるんで、ちょっとその時にはまあちゃんとできてると思うんで、はい。ということで、今日はこの辺にしときたいと思います。
で、まあそういうことなんで、はい、一応ツイッターでは毎回手動でなんですけど、更新しましたよっていうつぶやきをツイートだけはしてますんで、ツイッターフォローしていただいたら、ツイートから飛べるようにもなってるんで、その辺はまた気が向いたらで結構ですので、よろしくお願いいたしますということで、今日は半分宣伝な形みたいになってしまいましたが、ということで今日はこの辺にしときましょう。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。